カッシーチャンネルコラボするってよ。はい、どうも皆さんこんにちは、カッシーチャンネルでございます。ということでね、今回はサムネイルやタイトルを見てもらったらわかるように、リアのポケモン観察研究所さんとのコラボ企画をやることになりました。リアさんありがとうございます。まあね、ここに至るまでの経緯をざっくり振り返っていきますと、ある日の夕方、携帯の着信音がピロンってなったんですよね。まあ友達が少なくて LINE とか携帯の着信音が鳴らないことでおなじみのカッシーチャンネルのね、 iPhone から着信が鳴るのは珍しいなと思いながら、画面を開いてみると僕の YouTube での仕事依頼用のね、メールアドレスにメッセージが入ってたんですよね。まあ何のメッセージかなと思って開いてみると、カッシーさん、互いに解説系 YouTuber ということで、互いのチャンネルを解説するようなコラボ企画を取りませんか、というね、コラボ依頼をリアさんからね、いただいたんですよね。僕もちょくちょくポケモンネタ取り扱ってるため、このね、リアのポケモン観察研究所さんのことはね、もちろん知ってて、ぜひともコラボお願いしますとね、返事して今にね、至るというわけでございます。ということでね、今回はポケモン解説系 YouTuber リアのポケモン観察研究所さんについてね、解説紹介していこうかなと思います。では行こう。リアのポケモン観察研究所さんは2015年より YouTube にてね、活動されている YouTuber の方で、コンテンツはね、主にポケモンを取り扱っており、対戦動画や茶番劇、ポケモン解説などね、様々なポケモンネタを幅広く取り扱っているため、ポケモンライトユーザー、ヘビーユーザー問わず誰もがね、楽しめる内容になっています。そしてなんといってもね、このリアさんの動画編集のクオリティめちゃくちゃ高いんですよね。オリジナルのオープニング映像などめちゃめちゃ手が込んでてね、小学生がスマホで作ってるレベルとね、呼ばれている僕の編集能力とはね、マジで雲泥の差なので、いつかね、動画編集のやり方を教えてもらいたいですね。そんなクオリティの高いポケモン系解説動画の中でも、リアさんがね、特に力を入れているのが動画版ポケモン図鑑という企画で、現在ソードシールドまでに登場している約900匹のポケモンすべてを YouTube にてね、解説して、まあ、動画版ポケモン図鑑を完成させるというね、プロジェクトでございます。いや、この企画めちゃくちゃいいですよね。いつかね、僕の大好きな水五郎くんが解説される日をね、楽しみに待っています。そんなリアさんの初投稿動画は、のび太のバイオハザードシリーズ。まさかの初めはね、ポケモンじゃなくてのびハザだったんですね。現在その動画は、まあ、削除されているんですが、会社のね、休業中にこの動画を作成していたそうです。その後ゲーム実況のジャンルをポケモンに絞って動画投稿を開始。その中でもね、特に有名な企画を挙げますと、赤緑からサンムーンまでのポケモンを使って最強を決める各最強世代の決定トーナメントや、ポケモンの歴代チャンピオントレーナーの手持ち同士で戦う企画などがね、注目を集めて、どんどん再生回数やチャンネル登録者数を増やしていきます。こういった各世代のポケモン対戦とかチャンピオン対戦って企画がめちゃくちゃいいですよね。そんな中、リアさんのね、チャンネルに悲劇が起こります。それがチャンネル収益化の停止でございます。これはゆっくり系のね、動画を投稿してる実況者あるあるなんですが、あまり動きのないテンプレートのね、動画や画像っていうのは YouTube の AI に同じ動画を何度もアップロードしていると誤認されて収益化停止を食らうといったようなものです。例えば最強のミラさんとかをね、はじめとする様々な大物ゆっくり系 YouTuber さんもね、収益化停止を食らうといった例が結構多発していて、その影響がリアさんのチャンネルにも及んだということですね。その他にも様々なことが重なってしまい、リアさんは動画投稿をね、休止してしまいます。そして時は流れ、2021年の7月、リアさんは YouTube での動画投稿を再開します。復活した大きな理由は、とあるね、テレビ番組からポケモンに詳しいゲストとして出演してくれないかとね、声がかかったかららしいです。ちなみにその番組名、リアさんね、公表してないんですが、こっそり僕に教えてもらっていいですかってね、裏でズーム対談してる時聞いてみたんですけれども、マジでね、普段テレビ見てないような僕でも知ってるような超有名番組で、あの番組からオファーかかってるのマジですごくねってちょっとビビりましたね。そしてリアさんはそのね、番組出演に恥じぬよう動画投稿をね、また頑張ろうと現在復帰してね、活躍中というわけでございます。はい、ということでね、今回はカッシーチャンネル初のコラボ解説企画、リアのポケモン観察研究所さんについてね、解説紹介していきました。あとね、僕のチャンネルの解説動画もリアさんのチャンネルにてね、アップロードされてるみたいなんで、概要欄にその動画の URL とかね、貼っておりますので、リアさんのチャンネルぜひともね、飛んでいっていただけると幸いです。最後までご清聴ありがとうございました。この動画が面白いと思ってくださった方はね、ぜひともカッシーチャンネルとリアさんのチャンネル登録よろしくお願いいたします。カッシーチャンネルでした。じゃあまたね。